今オミクロン株が爆発的な感染を見せています。キャンプハンセンの従業員の方がコロナウイルスの陽性者となり、オミクロン株だということが見つかりました。最も大きな問題は、その彼らに対して日米地位協定の厚い厚い壁のために、日本と彼らが同じ行動を要求しても、その要求がなかなか通らない、守られない、そういう構造的な差別があるということが、このオミクロン株でもはっきりしたということです。この新型コロナの問題にしても、国や米軍に対してはっきりと変えるべきは突きつけなければいけない、言うべきことを言える名護市政が今必要なんです。原点は市民生活です。原点は安心安全な市民生活なんです。それをまず守らなければいけないんです。子供からお年寄りまで安心して生活ができるという環境を整える、名護で生まれ名護で暮らし名護で子育てをする、そういう環境をしっかり作っていくのが、私たち沖縄県とこれからの名護市の未来との姿です。笑顔あふれる名護市作っていきます。子育て支援無料化、もちろん無料で行います。一度進めた福祉政策、さらに前に進めていきます。財源十分確保できます。毎年発生する決算時の残った8億円から10億円、そこから積み立てる、ふるさと納税倍にする、そして広い地域活用する、それで無償化必ずできます。必ずやっていきます。再編交付金がなくても地域の発展できるんです。私は強いリーダーシップで安心して暮らしていける街づくり行っていきます。